コシアカツバメは、スズメモクツバメカツバメ属に分類される鳥類。アフリカ大陸中部、ユーラシア大陸、スリランカ、日本、フィリピンカキに、ヨーロッパ南部、中央アジア、ウスリーなどで繁殖し、冬季になると、東南アジアやインド、中華人民共和国南部へ南下し越冬する。日本ではカキに、繁殖のため、九州以北に飛来する。日本国内の繁殖地は北へ。 拡大傾向にある。四国や九州で越冬する個体もいる。全長17から20センチメートル。翼海長33センチメートル。災害側を歯が非常に長い。上面は光沢がある黒い羽毛で覆われる。腰は赤褐色やオレンジ色で和名の由来になっている。下面はう軸に沿って黒褐色の反紋が入る白や淡褐色を帯びた白い羽毛で覆われ。 縦縞が入っているように見える。下腹は、赤褐色や淡いオレンジ色、おばか面の基部を覆う羽毛は黒い。くちばしは黒い。講子の色彩は褐色。幼鳥は、お歯が短く、上面の羽毛の外縁が単色。11亜種に分かれる。市街地や農耕地などに生息する。繁殖地ではねぐらを作らず、繁殖後も渡りの時期まで巣をねぐらとして用いる。植生は、 動物食で主に昆虫を食べる。集団営像する傾向がある。崖や民家の軒下、橋桁などに土と枯れ草で固めた出入り口が細長い、とっくりや壺状の巣を作る。このためとっくりつばめと呼ばれている地方もある。日本では5の8月に4から5個の卵を産む。放卵期間は14から20日日がは、孵化してから23から25日で巣立つ。 ありがとうございます。